お世話になります、ヒトリーでございます。ダイパリメイクであるブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールが発表されましたね。 PV を見る限りはかなり忠実再現路線ではと予想されていますが、以前のリメイク作品であるオメガルビーアルファサファイアのゲームコーナー廃止の事例を見る限り、原作にあった要素でも排除される可能性は十二分にあるわけです。皆さんダイパーが好きでしょうから、どんな要素がちゃんと復活してくれるのか、逆に排除されるのか怖くなってしまいますよね。私も怖くて震えの幅が5メートルくらいになってしまい眠れなくなりました。多くの方も震えの幅が5メートルで眠れていないと思いますので、視聴者さんからダイパリメイクにどんなことを期待しているかについてご意見をいただきました。期待する新要素については別の動画でまとめましたので、今回はダイパリメイクに期待する復活要素について予想考察しながらご紹介していきたいと思います。ダークライ、シェイミ、アルセウス。ダークライ、シェイミ、アルセウスは皆さんが最も期待しているところではないでしょうか。こいつらは当時は正規の方法では配布で得た道具を使うことでしか入手できませんでしたから、実装されるか不安になるでしょうが、さすがにイベントが実装されず配布とかになったら批判殺到しそうでしょうから、ゲットできることでしょう。ダークライなんかはポケモン GO でも入手できましたし、ケンタデではケルディオという幻ポケモンを文字通り普通にゲットできてしまっていて、幻といえども特に厳しい条件なくゲットできる風潮がかなり強くなっているので、幻でも通常プレイでゲットできる可能性は高そうです。特にシェイミについては別の動画でも解説した通り、シェイミをフォルムチェンジする道具をくれるキャラが部で登場していたので、これまたほぼ確実に実装と考えていいでしょう。こいつらは原作では何か深いストーリーがあってゲットというより、幻のポケモンだからか配布の道具を使って軽いイベントを経てひっそりとポケモンがいてゲット的な感じだったので、オーラスのデオキシス的に流れでゲットできる気がします。それか剣盾のケルディオみたいに一定の作業をして簡単に出てくるみたいな気がします。ただアルセウスについては出てこないという見方が結構主流な説でしょう。というのもアルセウスだけはダークライ・シェイミと違って完全にそのまま配布だけで、配布された道具を使ってイベントをこなしてゲットするわけではなかったからです。改造でしかできないのにすごく有名な展開の笛イベントが本来あったとのことですが、ボツイベントとなったので、それは公式のスタンスではなかった扱いをしていてもおかしくありません。それと何よりもダイパリメイクの半年以内には発売されるというポケモンレジェンドレジェンズアルセウスという作品でアルセウスが掲げられていて、この作品とゲットできる重要ポケモンが重複してしまったら、一度ゲットしたポケモンをもう一度レジェンズでゲットするとなると、ライトユーザーからしたらゲットする意欲は低下しますよね。つまり先にアルセウスを出したらレジェンズが売れなくなるので、アルセウスにはあまり期待しない方がいいような気もします。しかもアルセウスも出たら幻のポケモンを3体ゲットできることになっちゃって、多すぎで世界観が壊れそうなので、リメイクには出てこないと思います。あ、マナフィーとフィオーネもいたわ。こいつらもまあしれっとゲットできるでしょう。技マシン、当時の技マシンといえば一度使ったらなくなってしまうもので、非売品のものもあるため、本当にストーリー一度で一度きりの技マシンもあったわけです。となると剣盾の便利な世界に入り浸った私たちには相当な拒絶反応がありますよね。それも懐かしいちゃ懐かしいですが、そこは再現しないでいいよみたいな文句も出てきそうな気がします。結局これは対戦でレート戦がなければどっちでもいい点なのかも知れませんが、レート戦が存在して技マシンの概念は当時のままだったら相当大変な作品になってしまいそうですね。まあさすがにそれはないか。秘伝技、ダイパ発売当時はゴリゴリに秘伝技があり、秘伝要因なんて言葉もあるくらい秘伝技が重要な存在でしたが、これが再現されるかもかなり期待すべきポイントだと思います。剣盾の今となっては秘伝技という存在は当たり前のようになかった世界となっており、ポケモンライド的な要素すら一切ない世界ですよね。とはいえダイパではロッククライムとか霧払いとか視覚的に結構面白いものもあり、排除されるかは気になるところです。秘伝技がそのままだったらそれはそれで現代の我々にとったら面倒くさすぎて批判きそうだし、再現されなかったら再現されなかったでロッククライムするところを普通に登れたりするのもおかしいですからね。ピカブイでは秘術というポケモンライド的な秘伝技の代わりの要素が出てきましたから、こういうのが採用されるのが濃厚ですかね。果たして何という名前になるんでしょうか。私は奥の手
という名前で秘伝技代わりのことができると予想しておきます。目覚めるブルー。安納は剣盾において未実装ではありますが、安納は神王図鑑にちゃんと入っているポケモンです。故にこいつは確実に復活することでしょう。そしたらみんなが期待するのは、そう、目覚めるブルーですよね。さすがに目覚めるブルーを解禁せず安納が登場してしまったら何も覚える技がありませんから、目覚パ復活は 100%。しかも当時は技マシンでもちゃんとありましたからね。互換性はわからないので、ただダイパリメイクのゲーム内だけでの使用になるかもですが、今の環境でメザパが登場する可能性もあります。素人の私にはわかりませんが、環境に影響はありますよね。謎の場所。これも誰もが期待していることではないでしょうか。ダイパといえば謎の場所と言ってもいいくらい印象的な要素ですから、何かしらの手段でこれを表現してくれる可能性はあるかもしれません。というのも結構批判されているこの原作完璧再現グラフィックですが、この表現は一部の人の間では謎の場所のためではとさえ言われてたりしています。なぜならもし剣盾式グラフィックになってしまったら、歩数は一歩ずつちゃんと計測できるものの、歩く方向が良くも悪くも自由すぎるんですよね。ということは右に何歩左に何歩とかって非常にやりにくく、謎の場所バグが再現しにくいんです。ただもし原作再現グラフィックなら斜めに歩いてる映像もありましたが、マスに沿ってまっすぐに進んでいる描写もあり、進行方向が定めやすいので、新しい時代でも謎の場所のバグがしやすくなるわけです。こんな感じの理屈で原作再現グラフィックは大批判されていますが、ワンチャン謎の場所再現のための布石だったら、まさにみんな手のひら返しでしょうね。それでまた修復プログラムが配布されたら一同が歓喜することでしょう。まあ修復プログラムは冗談としても、謎の場所関連のバグはめちゃくちゃたくさんありましたから、せめて謎の場所と表記される場所は作ってほしいですよね。ただもっと現実的な話をすれば、謎の場所復活は厳しそうです。まんま再現はまずないとしても、今までのリメイク作品でバグが再現されたことはおそらくほぼないからです。例えば初代のミュウが手に入るバグなんかは、今となってはゲームフリークが意図的に入れたと YouTube チャンネルで公式で語るくらい、バグに対して寛容的な姿勢で、もちろんそのバグはファイアレッド、リーフグリーン、ピカブイ、あとは金銀でもちょっと初代がリメイクされていますが再現されていません。比較的新しめのリメイク作品であるオーラスでも、ルビサワのバグは再現されていないですよね。なので謎の場所再現は難しそうであり、せいぜい NPC が会話でちょっと触れたり、謎の場所を模した場所がちょっとあったり、その程度が現実的な路線だと思います。ただこういう対応はむしろゲームフリークのバグを大事にする姿勢からだと思います。というのもミュウのバグは VC 版でもちゃんとできますから、ゲームフリークはバグ自体に否定的ではなく、バグはバグでもたまたま起こってしまったことが結果的に面白くなったという、失敗は成功の元的な偶発的なことを大事にしているような気がします。ゲームフリークはそういう遊び心的な姿勢を大事にしているからこそ、わざとバグを再現するのはちょっと違うと考えているのではないでしょうか。なので意図的に謎の場所を入れる気はない気もします。先ほども言った通り、 NPC があの辺りは真っ暗で動けなくなって出られなくなるなんて話もあるから気をつけろよとかのセリフで言及されるにとどまるでしょう。 BGM ダイパは BGM の人気が非常に高いシリーズでもありますよね。特にハイジンロードである209番道路の BGM は何回も聞いた人も多いでしょう。この曲がどうリアレンジされるのかも非常に注目どころですね。ちなみに作曲者は最近剣盾 DLC で復帰したことで話題になった佐藤ひとみ氏で、当時作曲経験が全くなかったのにこの曲を作ったらしいです。当時は人材不足だったのかは分かりませんが、初心者のような人に作曲を任せたゲームフリークしかり、これだけ素晴らしい曲を作り上げた佐藤氏しかり、やばすぎですよね。であとはみんな大好き白名線、これもどんなリアレンジがされるのか、また炎上しそうなポイントですが、素晴らしい曲を期待してしまいますよね。さらにダイパでは昼と夜で BGM が違うのも特徴的なので、これがどれだけ変化を感じられるのかというところも期待ポイントだと思います。ポケトレ。ポケトレといえば草むらが揺れて連鎖していく様子で、一見ついで的なやり込み要素かとも思われますが、ポケトレ使用中にしか出現しないポケモンがいたりと、必須と言えるくらいかなり重要な要素ですよね。何度も連鎖すると色違いの確率が上がったりと、かなりガチ勢向けのやり込み要素で、剣盾とかでは色違い系の要素はダイマックスアドベンチャーくらいで、意外とバリエーションが豊富ではないんですよね。なので今の時代にポケトレが採用されたらと思うとかなりワクワクしますよね。ただ充電のために微妙に歩かなきゃいけないかったり、そもそもポケトレでしか出ないポケモンがいる仕様自体が現代の感覚で言ったらちょっと面倒な仕様枠に入っちゃいそうで、どうなんかな。
と思うところではありますね。マジ剣盾便利すぎ。地下通路。地下通路については PV でも登場して実装も間違いなしなのでワクワクが止まりませんよね。でこちらは現代の情勢を考えるとさすがにオンライン対応にはなるでしょうけど、そうなるとまた新たな楽しみ方ができそうですし期待が高まりますね。多分これが剣盾でいうダイマックスアドベンチャーみたいなオンラインマルチプレイの代わり筆頭でしょうね。まあ私は地下通路をリアルタイムでやったことないんでよくわかんないですけどね。あと化石掘りはどうなんでしょうかね。スイッチはタッチペンとかも使えますし、そのまま復活もありえなくないですけど、テレビモードじゃできませんから普通にコントローラーでやる形が濃厚ですかね。でもそもそも化石掘りで手に入るアイテムもハートの鱗とか深海石、かけらけ、化石とかありますけど、剣盾では技はすぐ思い出せたりするので多くのユーザーは今更やんのだりーなってなっちゃう気がします。ワットバグで穴掘り兄弟に頼めば化石も石も大量に手に入りますからね。石系のアイテムとかを手に入れるモチベーションが出てこなくなっちゃいそうですよね。剣盾があまりにも便利すぎて、こういうのも新しいアイテムとかがないとやるインセンティブがなさすぎてすぐに飽きちゃいそうです。でも逆に言えば新しい深海石とかがあれば超モチベーションになりますから、新 V's 系の新アイテムに期待できますけどね。やっぱり剣盾は良くも悪くも罪深いですね。トバリゲームコーナー。トバリシティのスロットについてはかなり期待を寄せている人が多いのではないでしょうか。今のグラフィックでスロットができたらほぼスロットがテーマのゲームと同じレベルになっちゃいますが、現代のクオリティだとどんな形になるか想像するとワクワクしちゃいますよね。ただ現実的に考えると、まずオーラスでは廃止されていたので廃止路線もかなり高いような気もします。しかもコインで交換できるものが技マシンとかとなると、今の剣盾では簡単に技マシン、技レコードが手に入りすごく面倒に感じそうで、設定をいろいろ変える必要がありそうですし、何よりも子供にパチスロ的なものは良くない的な厳しい現代の世間の目により導入は難しそうに感じます。とはいえダイパリメイクはゲームフリークが開発じゃなく、ちょっと外伝っぽいニュアンスもあり、剣盾とかの便利さも一切忘れての忠実再現路線もあり得るので、ありえない話じゃないと思います。まあゲームの中でのゲームを期待するっていうのもおかしな話ですけどね。コンテスト。コンテストは最近のリメイク、オーラスでもちゃんとリメイクされていましたから、ダイパリメイクでもかなり復活しそうな要素ですよね。特にダイパではダンス審査で音ゲーみたいな要素がありましたから、もしかしたらこの要素だけ切り出して単体で遊べる機能なんてものもあるかもしれません。なおこのコンテストに関しては視聴者さんからオンラインでレート戦が欲しいという意見をいただいており、確かにそれが実現したらまた新たなポケモンの盛り上がりが見られるかもですね。ダイパリメイクではランクマ的な要素はなくなるという見方もありますから、もしかしたらコンテストが大流行するなんてこともあるかもしれません。ただ実装されても騒ぐのは最初だけで、すぐかそりそうな気もしますけどね。バトルファクトリー。バトルファクトリーといえばバトルのやり込み要素中のやり込み要素ですよね。私は一度もやったことないのになぜかネジキという名前は知っているくらい有名な要素ですが、これはダイパではありませんでしたがプラチナではあったので、リメイクで実装する可能性もあるでしょう。先ほども触れた通り、ダイパリメイクはプラチナでしか存在しないシェイミの道具をくれるキャラがいて、プラチナ要素も含んでいるので全然あり得ます。ただこれはオンライン対戦がそこまで充実していなかったからこそのやり込み要素的な側面もあると思うので、削られちゃう可能性もありますけどね。ダブルスロットシステム。これは私視聴者さんから意見を聞いて初めて知ったんですが、ダイパでのみダブルスロットというものがあったようですね。第3世代ポケモンを送れるパルパークは非常に有名だと思いますが、それ以外にも DS の GBA カートリッジにルビーサファー、ファイアレッド、リーフグリーン、エメラルドのどれかを入れておくとポケモンの出現率が変わり、ダブルスロットでしか出ないポケモンもいたとのことです。もちろんこれはそのまま再現はスイッチの構造的に無理ですが、ダイパの過去編とも言われるポケモンレジェンズアルセウスがダイパリメイクのすぐ後に発売されると思いますので、これと連携してしか出ないポケモンとかはあり得るかもですね。どっちも買わないと手に入れにくいポケモンもいたとしたら、どちらの売り上げも上がりそうですし、マジであり得そうですが炎上もしそうです。あとパルパークの処遇も気になるところですね。ポケモンを送るというシステム上の面で言ったらポケモンホームがあるのでなくなる可能性は非常に高いですが、パルパークのある場所って221番道路の行き止まりになったところにあるんですよね。
つまり221番道路ってほぼパルパークのために存在していて、パルパークがなくなったら221番道路の存在意義はほぼなく、ここら一帯の地域はゲームとして違和感が出てしまうんですよね。ですのでパルパーク廃止にしたら下で良くなさそうですし、パルパークにはミニゲーム的な機能とかをつけたりするのでしょうかね。ボールカプセル。ボールカプセルとはモンスターボールにカプセルみたいのをセットし、そこにシールを貼ったりしてボール自体の見た目を変えたりエフェクトを変える機能のことですが、これもかなり期待している人は多いことでしょう。未だおしゃれボール、いわゆるおしゃぼは価値がそれほど下がっていませんが、自分でいじれるというのは非常に魅力的ですよね。剣盾でもリーグカードをいじれたりという要素があったので、実装してくれる可能性は高いかと思います。オンライン対戦でも反映されたら最高ですし、剣盾とかと互換性があって今後のシリーズでも反映させられたらと思うと嬉しい人は多いのではないでしょうか。ただこれって実際にエフェクトまで変わるので、現代のグラフィックで実現するとなるとすごく労力が必要な気もします。さらに今回は開発会社がゲームフリークでないということで、そこまで対応するのかというのにも不安が残ります。仮に実現してもオンライン対戦では無理とか互換性は一切ないとかになると、機能があったとしてもちょっと寂しい気もしますよね。なのであまり期待しないでおきましょう。なかったら寂しいからね。バッジ磨き。これもすごくちょっとした要素ですが、当時はバッジを磨いて光らせる要素があったので、これも復活したら面白そうですよね。多分この要素が生まれた理由って、この要素を作りたかったからというより、 Nintendo DS のタッチ機能を生かして何か作ろうっていう発想からだと思います。なのでスイッチでは再現されないかとも一見思いますが、一応スイッチにもちゃんとタッチ機能があるので復活する可能性は十分にありそうです。こんなどうでもいい話すんじゃねえよって思いましたか。そんなあなたは心が汚れているかもしれないので、バッジを磨かなくていいので心を磨きましょう。双子ちゃん可愛いし、バグをしてもらえたので個人的に期待してます。ということで今回はダイパリメイクで期待する復活要素についてご紹介させていただきました。皆さんの期待していることは何でしょうか。ぜひまたコメントでご意見お聞かせください。ダイパリメイクに悲観的な気持ちになっている人も多いでしょうが、ダイパをダークライにならないでくださいね。テロリストじゃないほら。